あれね、福原愛さんね、卓球の愛ちゃん。でももうこれ、裁判所で言われたんだから、お子さんは元旦那さんに引き渡しをしないといけないっていうのが決定が出たんですよね、確か。その裁判所でその命令が出ちゃったんだったら、そりゃ、愛ちゃん、これ、昔みたいにその泣いてもどうにもなんないっていう。いや、それはさ、お互いにね、子供のことは愛情を持ってってことはわかるんですけど、ほら、引き渡しが行われない場合は未成年誘拐罪、刑事告訴することも示唆したってなってるから、大変だよね。また台湾と日本の文化が違うから。だけど日本の裁判所で出たんだよな、これ。東京の、東京家裁から。家裁ね。4月20日、福原さん側に引き渡しを命じる保全命令が出たことを公表。裁判所に強制執行も求めているが、それでも引き渡しが行われない場合は、未成年誘拐罪で刑事告訴することも示唆。台湾側の弁護士と共に同席したのが、大渕アナ、あの、行列ができる法律相談所で有名になった、あの、弁護士さんですよね。あの、フナッシーが好きな、あの、弁護士さんですよね。でもほら、でももうこれは、さすがに応じるしかないんじゃないかな。子供の気持ちとかはここには、まあ、法律の解釈でしかないけど、子供の気持ちは、まあ、全然含まれていないし、そもそも意思表示ができるのか、お子さんが。だってうちの長女6歳ですけど、6歳だったとしても、パパとママが、にどっちかにつきなさいって、どっちのことも好きだった場合は、そんな苦渋の決断させたくないもんな、俺は。俺は、法律で裁判所に言われたんだったら、それが不服なんであれば、ね、また法律を盾に戦うしかないんだろうけど、何歳でもきつい決断。そう ?40 歳に、俺は50歳だけど、もうすぐ。50歳になった時に、お前、どっちにつくみたいなこと言われたら、いや、もうどっちもつかんよって。どっちも好きだから、それでいいよ。好きにすればってなるじゃん。だから、年齢は関係あるでしょ、やっぱり。俺、20歳超えてたらもう別にどうだっていいけどね。だって、俺は18で家飛び出してるし、年に1回しか会えてなかったからね。もう、それが、父ちゃん母ちゃんが嫌なんだったら、それはしょうがないじゃんね。でも、まだ未成年の子に、まだ親と暮らす時間が長い人に、その決断を迫るのは、やっぱ苦しいじゃない。まあ、とはいえ、夫婦間がもう、そうやって、どうしても修復できない形になったんだったら仕方ないし。で、現段階では裁判所が旦那さん、元旦那さんの方にお子さんを渡してくださいってなってるんだったら、それは従うべきかなと思いますけどね。やっぱ年齢は関係あると思います。私は。でも、これもさ、不倫があったかなかったかはどうだっていいけど、結局でも、そういうことをすると、夫婦間に亀裂が入って、で、結果ね、子供にそんな思いをさせてしまうっていうところもひっくるめて家族の問題だから、俺たちがどっちが正しいとか、こっちが正しいっていうのはまあおこがましいじゃない。だって関係ないからね。その家族の一員じゃないから。だけど裁判所でこうやって判断が、命令が出てる以上は、保全命令が出てる以上は、これは従わざるを得ないよねっていう。チャンネル登録よろしくお願いします。